テオドール・ホイス、テオドア・ホイス、テイアドー・ホイス、1884年1月31日から1963年12月12日は、西ドイツの初代連邦大統領、在職、1949年から1959年。ジャーナリスト、政治学者、政治家。ブラッケンハイム、現、バーデンイコール、ビュルテンベルク州の出身。 ミュンヘンとベルリンで経済学、政治学、歴史学、哲学、美術史を学ぶ。1905年にミュンヘン大学でルヨブ・レンターノの指導の下、ネッカー川沿いハイルブロンにおける、ブドウ栽培とブドウ農家の現状と題する論文で博士号を取得。1905年から1912年までベルリンでフリードリッヒ・ナウマンの下で雑誌、ダイヒルファを発行。 1908年にエリー・クナップと結婚し一難を設ける。第一次世界大戦中に同盟国トルコのイスタンブールにあるドイツ・トルコ友好の家を設計し、その開所式は1917年にナウマンによって行われている。1912年1918年、ハイルブロンでネッカー新聞の編集長。同時にミュンヘンで雑誌。 美術展望の芸術面を担当していた。1920年から1933年まで、ベルリンにあるドイツ政治高等学院で講師を務め、同時にドイツ国民という雑誌を刊行していた。1923、1926年。また1918年から1933年まで、ドイツ工作連盟の経理と経営代表員を務めていた。 ホイスは1903年にリベラルサ派のドイツ自由意志連盟に加入。1909年に進歩的人民党に変わる。1918年にはドイツ民主党 DDP の設立に参加。1919年にベルリンシェーネベルク区の区議会議員に当選した。1930年に DDP はドイツ国家党 DSTP に合流する。 1924-1928年と1930-1933年の間、ホイスはバイマール共和政下のドイツ帝国議会の議員であった。ナチスが政権を獲得した後の1933年3月23日、アドルフ・ヒトラー内閣が提出した全権委任法に同じ党のエルン・ストレンマー、ライン・ホルトマイアーらと共に賛成票を投じた。この法律は、 ナチスの一党独裁を許すことになったので、ホイスのこの行動は、後々まで批判の対象になった。ホイス自身は賛成に投じることに反対だったが、党議拘束や、党内の多数派に同調して、賛成票を投じたと説明している。ともあれ法案は可決され、他ならぬ、この法に基づいて、その年7月に、ホイスらナチス以外の党の議席権は抹消された。 ナチス政権受立後もホイスは大ヒルファを発行していたが1936年に発禁され講師の職も失った。第二次世界大戦中の1941年にはリベラル系のフランクフルト新聞に入社して文化政策や文に関する文章を発表していたが、1942年にドイツのすべての新聞に対しホイスの文章を発禁するヒトラーの指令が下された。 しかしその後もホイスはトーマス・ブラックハイムなどの偽名で文章を書き続け、1942年には偽名でユストゥス・フォン・リー・ビッヒの伝記を出版している。1943年には家族とハイデルベルクに移住し、死を目前にした実業家ローベルト・ボッシュ本人に頼まれてその伝記を執筆していた。第二次世界大戦が終わると占領軍であるアメリカ軍軍西部によって、 新聞発行許可を与えられ、戦後最初に許可をもらった三紙のうちの一つ、それは現在もラインネッカー新聞として続いている。1945年9月24日、彼はアメリカ軍軍西部により、ビュルテンベルクバーデン州、現在のバーデンビュルテンベルク州北部の文化大臣に任命され、東遊ラインホルトマイヤー率いる、全党内閣入閣した。 1946年の衆議会選挙で彼らの民主主義人民党 DVP は19%の得票しかできず閣僚ポストが一つしか得られなかったためホイスは文化大臣の座をマイヤーに譲った。1947年にはホイスらに対してかつて全権委任法に賛成票を投じた責任を問う委員会が設置され左問を受けた。 政治活動の傍らホイスは1946年から翌年までシュトットガルト工科大学で歴史を議していた。1946年から1949年までは DVP の共同設立者として妻と共に衆議会議員を務める。1948年3月にはドイツ民主党 DPD の全ドイツ地区の共同代表に選出される。 1948年に、シュトットガルト工科大学客員教授に就任。1948年12月12日、自由民主党 FDP の決闘大会で西ドイツとベルリンの代表に選出される。彼は、西側連合国の占領地域にあるすべてのリベラル政党の結集を目指した。同年、ドイツ連邦共和国基本法を制定する。 政権会議のメンバーに選ばれる。1949年に第1回ドイツ連邦議会選挙が行われて彼も当選したが、9月12日に連邦会議による投票で連邦大統領に当選しため議員を辞職した。この会議の際の対立候補はドイツ社会民主党、SPD のクルトシューマッハであった。1954年に事実上対立候補なしで再選され、 二期目を迎える。新憲法は大統領の参戦を認めておらず、憲法改正も検討されたが彼はそれを断り、結局二期十年を務めた。大統領として1953年にドイツ芸術家支援協会を設立。在任中ホイスは政党を超えた権威を保ち、ドイツの民主主義、リベラル、そして文化的伝統の象徴として、成立間もない共和国が、 外国の信頼を勝ち得ることに努力した。1956年に最初の外遊先としてギリシャを訪問して、以降、外国訪問でドイツに対する信頼回復に寄与した。退任から4年後の1963年に死去し、シュトットガルト郊外の墓地に葬られた。1949年、設立間もないベルリン自由大学から名誉博士号を授与される。 ゆかりのあるベルリン、シュトットガルト、ハイルブロンはじめ多くの町の名誉市民とされる。1959年、ドイツ出版協会平和賞を受賞。死後の1964年にはが創設され、民主主義の発展に模範的貢献をした人物に授与されている。ホイスの名は、ドイツのすべての町で通りや広場、学校の名として目にすることができる。 また2002年まで流通していた二度マ丸ク工科の裏面にも彼の横顔があしらわれていて馴染みになっている。2002年には彼が晩年シュトゥットガルド郊外で住んでいた家がとして公開されている。彼に関するは故郷のブラッケンハイムにもある。自身が政治家で事前事業に携わったはアルベルトシュバイツァーとコニーで夫妻共に信仰があった。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。